車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回は茨城県城里町にある日本自動車研究所城里テストセンターというところに来ております。ここは全長 5.5 キロ、最大一般区画45度ぐらいかな、ある高速周回路を備えた日本有数のテストコースになります。結構いろんな自動車メーカーだったりだとか、いろんな研究機関が、まあ、車を走らせてテストするコースですね。で、今回ここで何をしに来たかっていうと、雑誌 S4 さんの企画で最高速チャレンジやりたいと思います。まあ、やりたいと思いますっていうか、僕らはそれに乗っかって動画撮るだけなんですけども、それをお届けしたいと思います。 S4 さん頭おかしいですね。まあ、普段 S4 に乗ってる車、まあ、基本的にはまあキラキラしたところを映す感じなんですけど、まあ、実際その映して車が本当はどのぐらいのスペックがあるのか、どのぐらいのポテンシャルがあるのかっていうのを、まあ、検証する感じですね。まあ、それ便乗して動画撮りたいと思います。で、今回それに参加する車なんですけども、ボンド名古屋からお客様の車走らせたいと思います。まず車の紹介します。走らせる車担当の飯村さんです。はい、よろしくお願いします。あのテストコースだって言ってるのにめちゃくちゃのどかな光景ですけど、あの走り出したくなるね。研究所だから一応中取っちゃいけないとこたくさんあるんですよね。そうというわけで別にちょっと場所をお借りして紹介しています。はい、で飯村さんのお客様のお車、はい、こちらでございま す、はい、以前もカスタマイズ紹介でご紹介させていただいたランボルギーニア、ね、ベンタドール、はい、SVJ ですよね。はい、世界をざわざわさせて、そうですね、はい、ものすごく世間を沸かせた車、はい、こちらをなんと今回走らせちゃうということで、はい、で当然ボンドの車ですから、はい、まあ、ノーマルなわけもなく、なまあ、詳しいカスタマイズ内容は別の動画で紹介してるんですけども、うん、今回改めてサクサクっとご紹介させていただけたらなと思います。はいはい、でこのノビテックのフロントリップがフロントリップもついてると、はい、でこれが本当にだから多分390出ると思うんですけど、うん、本当にそれが持つのかどうか耐えるのかっていう、はいはい、もう変なエアロパースとかだと本当に割れて飛んでっちゃったりとかあるらしいですからね。これの証明にもなるんじゃないかと、はい、でエアロパーツここだけついて、はい、横とかは純正ですもんね、はい、ウイングだったりとかは今回これが足してあります。はい、そしてタイヤホイール、タイヤホイールこれも動画で紹介させていただいたのと状態と同じ HRE の935、はいはい、フロントがディスクのホイール、はい、そして後ろがメッシュのホイールということで、はい、これもだから本当に300キロ以上耐えるのかどうか。そうね、なんかこう純正が一番最高みたいなね、確かにがあるかと思うんですが、今回はちゃんともう普段走ってるまんまで来てる感じで、これも精度が悪かったりすると、まあ、ブレちゃったりだとか、そうそうそう、まあ、最悪本当にとんでもない速度域なんで、うん、まあ、破損っていう可能性も可能性あるんで、今回これの証明にもなると思うんですよ。はい、で特に HRE ってアメリカ製単素ホイールの中でも、うん、その信頼性はかなり優れている、うん、で日本のその強度の規格なんかにもマッチしてるんで、はい、まあ、この辺は心配してないんですけど、まあ、証明になるかなということで、うん、こちら。そして足回りの方はご紹介させていただいた時はローダウンがされてたんですよね。そうで今回はしてます。ただ今回は一応 ここに持ってくるにあたって、まあ、少しだけ微調整を上げる方向でして、アライメントを取り直して持ってきました。あ、アライメントも取り直してるんですか。はい、じゃあ最高速仕様になってるということで、さすがにローダウンこの手の車ってすると、うんうん、どっちかっていうとその低重心化っていうよりかは、まあ、スタイリングアップじゃないですか。はいはいはい、だそれをちゃんとこう少し戻して走れる車高、うん、でバンクもうすごいらしいですよ、縦 G がやばいらしいね。だローダウンしたら多分本当に着陸しちゃうんじゃないかっていう。いや、そう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 、ですよね。うん、だある程度の車高が必要になってくるということで、はい、こちらもやってあると。はい、そしてあとは今回こちらの車マフラーが変わってるということで、変わってます。これがテクニカルガレージ佐々木さんの、はい、ブリリアントのブリリアントマフラーですね、はい、競技用マフラー、競技用マフラー、はい、これ今回のためにですよね。はい、はい、なんで笑ってるんですか。今回のためです。はい、今回のためにもう完全合法ですからね、はい、クローズドコースなんで、わざわざ今回のためだけにもうクソードバグオンですけど、はい、でもこれも本当に証明になると思うんですよ。そうね、それこそ排圧とか計算してないマフラーとかだとパワー出なくなっちゃうし、うんうんうん、あとなんか SVJ ってめちゃくちゃ排圧高いらしいですね。あ、だから取り回しがなんかこういい加減だったりすると、うん、マフラー割れちゃったりとか、なんでその辺がまあ証明になるかなと、はい、で音も今回思う存分取れると思うので、はい、その辺をお届けしたいと思います。はい、でドライバーはオーナー様が乗られるということで、はい、でさらにですね、まあ、それもびっくりじゃないですか、自分で最高速チャレンジするか、びっくりなんですけど、言い出しってオーナーさんだから、ね、そうなんですか。なんならじゃあその辺の経緯はこの後事情聴取したいと思います、はい、過去アウトバーンとかで240キロぐらいまでお伝えしましたけど、はいはい、もうその記録を大幅に今回更新するんじゃないかな、はい、
というわけで300キロ以上の世界に行ってまいります、はい、よろしくお願いしま す, しお願いします。じゃあ今回オーナー兼ドライバーも務められる Y さんでいいですか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で Y さんは走ったことあるんですよね。っていうか走りから来てるんですよね。そうですね、免許取った頃ですね、平成元年18歳の頃からもう俗に言うその走り屋っていうジャンルにずっといまして、もうこの年までずっと改造をし続けて、どちらかというと汗臭いことが好きな、なるほど、車好きな方ですね。だいぶ重症患者さんですね。ですね富士の病になってる感じですか。間違いないですね。じゃあ一番最初は国産チューニングカーっていう感じなんですか。はい、そうです。平成元年から平成5年ぐらいまでって本当にそのストリート04が多分日本全国で流行ってた頃だと思うんですよね。でその頃にやっぱその港に行って、うん、で競い合う、そのために仕事してたようなもんですからね、うん、そっから来てますね今も。なるほど、はい、でまあいろいろ時を経て、はい、今現在としてはアベンタドール所有されてて、はい、他にもいろいろ国産車も好きで、サンゴ GTR を所有してます。でサンゴ GTR とアベンタドール、まあ、あとあの SUV だったりいろいろヨーロッパ車はあるんですけど、うん、やっぱり走る車、パワーのある車が非常に好きですね、はい、で結構そこって重要だと思うんですよね。うん、本当に走るのが好きで、まあ、現在スーパーカーに乗られている方と、もう本当にスタイリングが好きで乗られている方と、もう所有するその満足度というか喜びで所有されている方って本当にいろいろいらっしゃるじゃないですか、はいはい、なんでそんな中で Y 様はこうもう走るのが、うん、そして今回高速周回路走りますけど、うん、はい、ここの城里テストコース、テストセンターって、うんうんうん、前は矢田部っていう別のところにあったんですよね。つくばにありましたよね。そうですよね、某雑誌だったり、はい、ビデオのチューニング系のものだったりで、はい、結構こう使われて話題にもなりましたけど、はい、それがまあ移転されてこっちになってるんですけど、はい、その矢田部の方でも走った経験があるんですよね、はい、そうですね、バンクをこう全開で走るっていうことはしてませんけど、矢田部には何度か雑誌の取材で車を持ち込んで、っていうことは経験はありますけど、今回、ガチで踏み切るっていうことはちょっとこう未経験なので。あ、じゃあ本気で攻めるのは今回初なんですね。初めてですね。ですから、その某ビデオの YouTube を見て、どのようなライン取りで入っていくのかとか、どのぐらいのスピードで進入して、どのぐらいのスピードで、出口を出てるのかとか、そういうのすごくこう自分の中でイメージを掴んできてるんですが、まあ、実際走るとどうなるのかっていうのは非常に不安なところはありますね。なるほど、はい、でも本当に前の矢田部なんかと事故も来てて、はい、本当に今回マジのやつなんで、そうですね、ちょっと事故だけは気をつけていただいて、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、こちらこそお願いいたします。今回雑誌 S4 の担当の、あ、S4 じゃないですか、これなんですか、モーターシングスで、ずっと S4 って言っちゃいましたよ。まあいいです、じゃあ、はい、実はモーターシングスでしたっていうところを入れてもらってください S4 じゃないですか今回。そうなんです、はい、モーターシングスって別の雑誌だったっすね。あの S4 の生まれ変わり。あ、そうなんですか。じゃあ同じなんですか、内容的にこう、そうですね、キャリオーバーしてますね、はい、はい、大変失礼しました。で今回の雑誌の趣旨を教えてください。今回ボンドさんで制作されたアベンタドール SVJ、 当然ただただドレスアップというだけではなくて、 HRE もそうですし、その他のパーツ全て走りにも効くんだということを、本当にいけるのかと、いけるのかということを証明するために、オーナーさん、ボンドさんのご協力のもと、最高速アタックという形で、なるほど、挑戦しました。これ経緯的にはいきなりこれ最高速が始まってるんで、見てくださってる方わけわかんないと思うんですけど、経緯的にはこう前振り的なのがあったんですか。なんかいや、もう思いつきで、飯村さんとのボンドル飯村さんとのお話の中で面白そうだなと、うん、ドレスアップだと思われてるから、いや、ちゃんと走れる車を作ってると、我々は。なるほど、はい、であれば、まあ、走らせようと。で、今回の日本自動車研究所、通称 JALI、はい、ともこうつながりがあって、はい、はい、ストレートにお願いして、なるほど、シャコタンのアベンタを持ってっていいですかでもいいですよということで。いいですよと。この雑誌っていうのがモーターシングス、これいつ出るんでしたっけ。7月31日発売予定でございます。なるほど、全国の書店で、あとアマゾンでも売ってます。なるほど、買ってください、生活かかってます、はい、ありがとうございます。
今乗せてもらったんですけど、やばい、ちょっと何も喋れなかったマジで G がすごいのと、今までいろんな車乗せてもらったり、まあ、ジェットコースター乗ったり、まあ、いろんな経験してますけど、今まで体験したことのないその体にかかる感じ、もう何もしてないのにもう汗びっしょがちょっと本当に死ぬかもっていう本当に G で、結構横 G 縦 G でもうダウンフォースと遠心力の縦 G でこうグーって自分のこう血圧というか血が下がっていくのが分かる感じ、もう本当に何も喋れない感じがしたですね。300キロってやっぱり別の世界ですね。あと空気の壁をめちゃくちゃ感じるっす。もう全然200キロより先と全然違うっすね。300キロ先行って、いや、いい経験させてもらいました。直線300キロとバンクで300キロって全然次元が違うっすね。違いますね、全然違う。これは体験した人じゃないと分かんないっすね。分かんないっすね。本当に手震えてますねこれはやばい、やばかったっすね。でも本当にいい経験させてもらったし、やっぱもっともっとやっぱ車にここのコースに慣れないとダメですよね。そうですよね。340キロをエンドで出すっていうのは相当難しい。難しいですね。慣れが必要だと思うし、恐怖との戦いです。バンクを極めないと思う。そうですね。それはもう恐怖との戦いですよね。そうですね。いやでもアベンタのこの電車の高さびっくりしたですね。いやそうですね。全然こうボディがよれる感じもしないし、カーボンモノコックの箱の中に囲まれてる感っていうのはすごくあるじゃないですか。だからすごく車として安心してられると思うし、やっぱスーパーカーってスーパーカーなんだなって、そうですね、思いますよね。だまあもちろんそのキラキラしたちょっとその目立つ乗り方も一つですけど、うんうん、やっぱりここを目指して作られてる車じゃないですか。はいはい、やっぱりそこを感じるって大事ですよね。大事ですね。めちゃくちゃ思いました。ポテンシャルは相当高いなって思いますね。アベンタドールの S を乗って、で今この SVJ に車が変わったんですけど、もう圧倒的にダウンフォースが効いてるのがすごく分かりますよね。そのフロントのダウンフォースも、まあ、そのノビテック の、はい、あのスポイラーのが非常に効いてるんじゃないかなっていうのも感じるし、やっぱりリアウィングも感じるし、本当に安定感が非常に高いなっていうのはすごくわかりますね。で本当に300キロの世界なんで半端なエアロだと飛んでっちゃうみたいですね。だ動画なんかでも結構ありますけ けど、ね、帰ってきたらリップスポイラーが割れてたとか、あるあるありますよね。国産とかね、よくあったりするもんね。その辺やっぱりヨーロッパ強いですよね。めちゃくちゃ強いと思います。ですよね、本気で作ってるなメーカーって。確かに、すごくそれがわかりますよね。そのこういうものに特化した車を作ってるんだなっていうのはすごく伝わってきますよね。その街乗りを捨ててるわけじゃないんだけど、どちらかというとサーキットとかこういうクローズドコースに適したその車の作り方、はい、たまに街中乗ってくださいよみたいな感じがすごく車にから感じる。油温計見てますけどもう90度から上がっていかないんですよ。すごいっすよ。そうなんですよ。だからもうほぼ連続、ほぼ連続で、まあ、300キロをこの直線の 1.1 キロの間で何回もアタックしてるわけじゃないですか。で一度も車エンジンを止めることなく、まあ結構走ったじゃないですか。4、5周走りましたね。もうちょっと走ったから。そうですよね、はい、ってことは300キロでもう維持して、もういわゆる全開の状態で 1.1 キロをもう5、6本走って、裏も走ってますからね、はいはい、安定してるんですよね、油温が。すごいっすよね。すごいっすね。 はい、やっぱそういう車の作り方ってすごいなって。だって機関系ノーマルってことですもんね。ノーマルですね。だからやっぱこう例えば35 GTR だったら、僕も35 GTR 持ってますけど、はい、やっぱりちょっとこう激しいスポーツ走行をするとオートマの油温が上がって、はいはい、で電子制御スロットルがやっぱり閉じちゃったりとかしてるんですけど、一切それがないっていう。ですからやっぱり本気でそのメーカーがこう車を作ってるなっていうのがすごく分かりますね。マジでいい経験させてもらったっす。いやこんな経験ができるのは本当に、はい、土のおかげ何を言いますか。もう飯村さんのおかげだね。さあというわけで今回は
日本自動車研究所城里テストセンターで最高速をやる様子をお届けしました。これ最初にも言いましたけど次号かな、まあ、これちょっと今回、まあ、いつもカスタム紹介とか車両紹介をお届けしてるんで、まあ、動画の趣旨的にどうなのかなっていうところなんですけど、個人的にはやっぱり、まあ、改造車ジャーナリストを名乗ってるんで、まあ、なかなかない機会なんで本当に体験したかったと。でそれを見た上でやっぱりこう紹介するとやっぱりこう意味合いも変わってくるのかなと思いまして今回参加させていただきました。本当にお客様 S4 の川口さん、その他スタッフの皆様本当に今回はありがとうございました。というわけでモンドチャンネルのチャンネル登録と、各種 SNS も他にもいろいろ面白いことやってます。かっこいい車も作ってます。ぜひ登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。